愛知県三河地方の和菓子。細長い生地であんを巻いた和菓子であり、あん巻きと表記されることもある。愛知県知立市では大あん巻きが名物とされる。愛知県豊橋市ではもっちりあん巻きのほか、ウラク癖カのブラックサンダーとのコラボレーションで誕生したブラックサンダーあん巻きがある。静岡県浜松市の奥山半荘棒の近辺でも売られている。また、三重県には、 伊勢梅あんまき、徳島県には、明大あんまきのほか神戸市や東京都など、現在では、全国各地に広がりつつある。あんまきをかざき、いて、小宿付近は、古来より、水が少ないため稲作には適しておらず、麦、小豆、麺などの栽培が中心となっていた。麦を粉に引いて、伸ばして焼いたもので、小豆の塩あんを包んだあんまきは、 池小船大明神の参拝客や東海道を旅する者に好評であった。大安ア巻きは1889年に小松屋本家創業者の神谷溜吉が考案したと伝えられている。当初から地流土産として参景客に重宝されている。以後、地流名物として広く知られている。大安ア巻きを製造、販売している藤田屋は、 CBC ラジオのラジオ番組、歌、K のこれはえだす、お聞きやすでコマーシャルを流していたことがあり、これで、藤田屋とダイアン巻の知名度は高まった。新大アン巻は、愛知大学と治立市は2018年6月に地域活性化などを図る連携協定を結んだが、それに先駆けて2018年2月より、新たな名産品を共同開発する企画が、 愛知大学とヨハシキャンパスの学生団体と地流市役所の若手職員とで立ち上がった。白あんに砕いたココアパウダークッキーを混ぜたクリームオーレをすりつぶしたイチゴやクランベリーなどを白あんに混ぜたベリーベリーあんを使わずに潰したサツマイモに生クリームやバターを入れたスイートポテトといった新大あん巻きを開発した。 愛知大学と橋キャンパスの学園祭で限定販売された第25回全国菓子博覧会の賞状もっちりあんまきは愛知県と橋市の名家愛知県産の小麦粉である絹あかりと青森県産の餅小麦粉である餅姫をブレンドしたふんわりもっちもち食感の皮が特徴菓子博覧会などで賞を受賞している愛知県と橋市のお土産として 各賞を受賞。受賞歴巨大、ブラックブラックサンダーあんまきと、ブラックブラックサンダーあんまきを亀道では、もっちりあんまきのほか、ブラックサンダーあんまきもある。ブラックサンダーあんまきは、ウラクセイカとのコラボ商品で、もっちりした皮に、ザクザクとした食感が、魅力のブラックサンダーを使ったチョコレートあんを包み込んだもの。豊橋の土産として定着しており、発売から、 これまでに累計約120万個が売れ、大ヒット商品に成長している。2019年度愛知のふるさと食品コンテストの最優秀賞にブラックサンダーアンマキが選ばれ、県から表彰された。受賞歴ブラックサンダーアンマキには通常サイズの300倍、重さ12キロの巨大ブラックサンダーアンマキがある。結婚式のウェディングケーキとして提供された。この他にも100倍。 50倍などの大きさがあり、イベントなどで使用されている。プレミアムブラックサンダーアンマキ編集プレミアムブラックサンダーアンマキの写真裏聖火とオカメドーのコラボ、ブラックサンダーアンマキの誕生1周年、企画商品として開発された。2018年12月中旬から2019年2月中旬までの2ヶ月間限定商品であった。原料にもこだわりがあり、 従来のブラックサンダーあんまきに高品質のイタリアシチリア島産アーモンドペーストと自社でローストした香ばしいクラッシュアーモンドを入れさらに食感が楽しめるビターチョコチップを入れて濃厚なチョコ味を加えてあった特徴としては香ばしいアーモンド風味と濃厚なチョコ味ザクザクもっちり食感のブラックサンダーあんまきに香ばしいアーモンド風味と 濃厚なビターチョコチップが入り、プレミアムな味であった。小倉バターあんまき、編集愛知の喫茶店で人気の小倉トーストをイメージ。した、あんまき。ミルク風味のクリームにバターを程よく混ぜ合わせて、まろやかに仕上げた、バタークリームと小豆の粒と風味を大切にふっくら炊き上げた、自家製の粒あんを2層の美味しさを重ねて、もっちり皮で包んである。 チリウツピチリュウシのマスコットキャラクター。2017年ゆるキャラグランプリで、準グランプリを獲得。あんまきポーチを持っている。ポーチの中には、チリュウスの魅力がたくさん詰まっている。あんまき太郎愛知県豊橋市のは、菓子製造販売業者であるオカメドが、2015年6月8日より、もっちりあんまきの販売促進を行うために、展開している、マスコットキャラクターである。 三河地方をこよなく愛しており、三河弁で喋る。もっちりあん巻きや、ブラックサンダーあん巻きのパッケージには、あん巻き太郎が掲載されておりイベントや季節、商品によってあん巻き太郎の絵柄が変わっている。夏は、あん巻き太郎が手筒花火を持ったり、プレミアムのあん巻きの際には、入っている材料を頭に乗せたりしている。また、 数々の漫画にも掲載されており、豊橋名家ーーのもっちりあんきと共に紹介されている。ありがとうございます。